トップからこの下にこうスッとこう下がってる、これがポイントの一つだった。ロングライド向けのフレームだったんですけど、はい、このグレワングレードだけになっちゃったんですよ。ライド80のクラリスだけ。はい、皆様どうも、サンゴ CB でございます。ちょっとね、久しぶり感があるかもしれないんですけども、2020年バージョンのロードバイク業界、いろんなこう動きがある中で、今度ね、皆様ご存知、業界のツートップというか、ロードバイクブランドビッグ2といえば、ジャイアント、そしてメリダと、こういう名前が出てくるんですけれども、今回ね、紹介させていただきますロードバイク、こちらですね、メリダのライド80、エントリー、いわゆる入門用のロードバイク、こちらをね、皆様に、しっかりね紹介させていただきたいとね、はい、そう思うわけでございます。はい、これには理由があって、ロードバイクっていうのは基本的にそう安いものではないんですよね。うん、それなりの価格を出して、健康と、それからこのデザインと、所有欲、いろんなものを手に入れるんですけれども、最初にねこうドカンといくのはなかなか勇気がいるなっていうところで出てきたのがこのライド80。なんでかっていうと、価格が10万円を切る感じの価格帯。何がいいかっていうと、やっぱり価格がそうべらぼうではない分、いろんな使い方ができますと。例えば通勤、通学、それとね、いろんな長距離も行けますし、普通に走れますし、パーツの交換もできますし、なんていう部分を考えると、とてもね、お値打ちで、そのいろんなものが手に入るんじゃないかというふうに感じる一台でございます。じゃあね、早速こっちからね見ていきますので、皆様要チェックよろしくお願いいたします。サンゴ CB のロードバイク紹介スタートです。トップからこの下にこうスッとこう下がってる、これがポイントの一つです。さあ、こちらでございます。メリダの80、ライド80って言って、大きくね、このスローピングって言われる、形フレームですね。トップからこの下にこうスッとこう下がってる、これがポイントの一つだったり、リアのねこの三角、これはね小さめ、これ何がどういう意味があるかっていうと、乗り味がねとてもこうコンフォート、ナイスでございます。はい、でフロントね、ディレイラーがクラリス、リアもねディレイラークラリス、この辺ひっくるめて、全体的にナイスでございます。本当ファンタスティック、そんな一台なんで、色合いもね、ほら色合い素敵、青色ナイスでございます。じゃあ前から順番に行きたいと思います。メリダってこんな感じだったっけね。トップからこの下にこうスッとこう下がってる、これがポイントの一つ。さあ前に来ました。はい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 、メリダでございます。フロントにね、青いフレームカラーの中にメリダ山のマークがあって、テーブルはねこういう感じ、ちょっとねメリダってこう円形にこうケーブルが出るイメージはあるんですけども、このねライド80に関してはスッスンスンというね一般的なタイプのこのねワイヤー取り回しでございます。フロントはキャリパーブレーキ、クラリスが搭載されてます。このね STI レバー、これもね両方クラリスですね。ハンドル、ステムはメリダの純正、ドナイですのんナイスです。ハンドルの形状、そしてバーテープ、もろもろファンタスティックナイスでございます。ビューティフル。コンプ、大体ねこのメリダの場合はコンプっていうタイプね、これがね搭載されてる、ハンドルもステムもまたぎましたらこのポジション、はいナイスでございます。ファンタスティックで6ニュートン。さあ、コンプ、コンプハンドル、そしてこういう具合にねギュッと、はい、こういう具合にね乗った印象想像できますでしょうか。この辺にね、サイコン慣れつけて、ここら辺にサイコン来るでしょう、ライトがこう来るでしょう、ベルがこう、僕の場合ここにベル下の方にこの辺につけたりして、そういったイメージも容易にできるんじゃないかなと。トップチューブバックここにつけてもいいよね。さあスローピングとなりました。ライドのこのね、文字を見ながらのこのカラーリング、ギンギン光っております。さあ一番根元に行くと溶接、
これ溶接した上からこうねカラーこう塗ってあるんですけれども、これですわ。まあ、どういう印象を受けるかはいろんな、ね、方のいろんな意見があると思いますけれども、これはこれでビューティフル最高でございます。はい、さあ来ました、全体像から下に降りてきましてこの感じ。はい、見ましょう見ましょう。こちらはですねメリダライド80のフロントでございます。このねフルスピードヘッドのクランク、クランクって言ってこのね足のこの乗っけるところくるくる回るところ、これはクランクです。そしてチェーンリングがね前2枚、1、2、フロントが50、後ろが34でしょうか。フロントディレイラーね、ディレイラーこの変速機、このね変速機はクラリスって言われるタイプのものが搭載されております。さあこれがねはいフルスピードアヘッドの、そしてチェーンもねこういい感じに、はい、後ろ回りまして、後ろに関しましてもこちらクラリスナイスでございます。クラリスのコンポーネント、そして、スプロケットが11からの始まる11から32の12345678枚ですねとなっております。さあ、ブレーキでございます。後ろもね、こちらキャリパー式、キャリパー式っていってこのねフレームについてるタイプのクラリスが搭載されておりまして、そのまま上を見るとね、はい、サドルでございます。サドルはメリダの純正サドル、はい、シートポストはコンプですね。溶接技術の進化の度合いっていうのは人それぞれこうご意見あると思うんですけど、僕はねとてもいいと思う、うん、トップからこの下にこうスッとこう下がってる、これがポイントの一つだった。さあそうしましたらこちらのですねスプロケット、どういった変速をね調整しちゃってどういった音が鳴るのか、このねハブの中の音ね聞いてみたいと思います。さあ、ハブ後ろから見るとこういった感じ。スプロケットのこのねチェーン落ちのガード、これね標準でね最初からついてるものですね。だいたいついておりますわ。ヒットチューブ見るとこういう塩梅でございます。これが逆サイドに回った時のライド80の秀逸なデザインでございます。さあ横から見るとこういった塩梅ですね。テーブルはこう来たらここからここをこう通ってから後ろ行きますよ。サイズは47センチ、一般的な僕みたいなね、身長170センチなんですけども、そのサイズ感でございます。後ろに2つ前に2つでございます。タイヤもそうなんですけども、このねチェーン線見てもらうとちょっとねこの扁平感が分かるかなというふうに思います。トップからこの下にこうスッとこう下がってる、これがポイントの一つ。さあそうしましたらねホイール逆サイドから見ますけれども、こちらね、メリダのコンプ SL っていうタイプの、ホイールでございます。まあ鉄筋ホイールなんていうね表現もございますけれども、まあ最初はこれでね全然ありだと思います。ありでございます。メリダって書いてあるねタイヤがついております。さあ行きます。 9.4 おお 9.4 いいスタートダッシュじゃないですかこれは。そうですね、ホイール変えるだけで多分1キロぐらい落ちますよね。そうです。さあそういったタイプのライド80、店長さん最近痩せましたね。痩せましたね痩せて身長伸びました。ちょっと昨日健康診断で。なんで痩せ、なんか痩せてますよね。ちょっと痩せましたよ、ね、ウエストがちょっと締まりました。多分夏仕様、夏仕様冬は冬で、冬は冬でトップからこの下にこうスッとこう下がってる、これがポイントの一つ。これはおすすめですか。おすすめですね。このグレードの価格帯だともう一押しですね。じゃないかな、ワンツー入ってくるかみたいな、そういうレベル。そうです、この価格帯だと、ちなみに価格がこちら
89900だから、まあ、真剣に交渉して真剣に交渉してって感じですかね。エントリーライダーにおすすめですと。アップライトなロングライド、まあ、100キロぐらいを想定したらこのまま全然走ってもらって何も問題ないんじゃないかしら、通勤通学も問題ないんじゃないかしらみたいな、そういう感じでございます。ライド80 2020年モデルね。トップからこの下にこうスッとこう下がってる、これがポイントの一つだ。はい、というところでね、いろんなところを紹介しました。もういろんなことをやったんですけれども、まあ、要はねこの新しいメリダのライド80っていうね自転車は、エントリーグレードにもかかわらず結構ないい塩梅の形しておりまして、まあ、拡張性が高くて、89,900円税抜きなんで、まあ、真剣に交渉してどうなるかっちゃんして、やっております。はい、まあ、サンガ CB の評価としては、最初の1台で買うとしてこれが目の前にあります。さあどうしますか。とりあえずカラー他にもありますかとか聞きますよね。で買っちゃうかも。はい、というところで、本日のサンガ CB でございました。この動画皆様ねよろしければグッドなボタン、あとねチャンネル登録下にあるねやつ押しちゃってください。サンガ CB のロードバイク紹介、今回紹介したのが、世界のね、まあ、2大巨頭と言われるジャイアント、そしてメリダ、このねメリダの2020年モデルのライド80、エントリーグレードかつロングライドにも対応している新しい時代でございました。次の動画でお会いしましょう。バイ。ありがとうございます。パワーメーターをお買い上げでございます。ご老練参加ですか。今日ね、テントさんの奥さんも復帰されてていいタイミングでございました。